第21回大分合同新聞社賞の表彰式が15日大分合同新聞社本社で行われました。この賞はスポーツを除く全国レベルの大会や産業、地域振興、科学、文化活動などで実績を上げた個人、団体などに贈られるものです。今年は7個人、7団体が表彰されました。ご出席いただいております。本日は式ではそれぞれの業績を紹介した後、長野武史大分合同新聞社社長が一人一人に賞状と目録を手渡しました。その後、長野社長が受賞者に挨拶をしました。大分合同新聞社賞は、明日の郷土づくりを担う人材の育成にいくらかでも寄与させていただこうと、たゆまぬご努力を、素晴らしいご業績を成し遂げられました方々にお送りしてございます。受賞者を代表して、県農林水産研究指導センター畜産研究部の大竹光一さんが謝辞を述べました。発信できますように努力してもらいたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、今回はその今までその活動というか、それによって大分をその PR することができたという、その行為を評価してもらってっていうのは初めてだったので、まあ、とても嬉しいですし、まあ、今後もなんかこういう賞を取る機会があればもうぜひまずは取らせていただきたいな、そのために頑張りたいなと思ってます。今年一番大きいやつは山口県で、秋に行われる宇部の現代日本彫刻展っていうのは日本で一番古い野外コンクールがあるんですけど、それの最終選考に残ってて、でそれの拡大制作をして、まあ、秋に展示して最終結果を待つっていうことですね。まあ、それでもぜひ大賞を取りたいなと思ってます。他に受賞された方がとても素晴らしい人たちなので、一緒に受賞してとても嬉しいです。もっと社会のことについて、たくさんのことを学んで、少しでもいい大人になれるように頑張りたいと思っています。そうですね、まだその年的に19歳なので全然その事の重大さにまだ気づいてなかったんですけど、その賞を取るっていう新聞に載った時にやっぱり大人の方たちがそのすごい賞だよって言ってくれて、そうなんだって思ってやっと事の重大さに気づいてありがたく思っております。もちろんメジャーデビューに向けてどんどんこう大分からステップアップをしてやっぱり東京に行きたいと思うんですけど、やっぱり愛が歌える歌手になりたいので、経験したことをもっともっと歌にして頑張っていきたいと思ってます。